サイドないの？すぐ用意します。ヨガタにちっちゃい納豆が洗濯してね。あ、よかった、おいしい。洗濯するの作ります。はい、じゃあそっち行って。はい。はい、じゃあマラソンお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も。ご飯の時間です、30分以内に、食事は食べてください。はい。で、例によってデスソースが入っていた場合があります。デスソースが入っていた場合は、全て食べきらないと脱落となりますので注意してください。はい。それではいただきます。いただきます。ないですよ、ね、下の方にあるんで、ちょっと最後に一気に食べる作戦します。いざとなればごまだれを飲めばいい。これ。出てるよ。やばいです。どうした？出てるよ。もうめっちゃかったからね。歌えないって思って。
留学生いっぱいあるよ。飴とダイレクト、カリウム。そう、ワキワキワキがいろいろ持ってるし。くずるめっちゃありましょう。マジか。何十種類も。どうした？なんか、ビタミンとか、成長剤とかないと。ないとダメなんだ。ダメです。やばいですよね。じゃあ、ワッキーからもらいな。いっぱいある。すみません、ドクさんです。しょっぱくて、しょっぱいから、しょっぱい、バランスいいです。バランスがいいということです。カメラマンの岩田さんです。よろしくお願いします。岩田カメラマンです。岩田カメラマン。パンが甘かったんで。パンが甘かった。マンホールパン、パン甘かった、甘かったんで、しょっぱくて良かったです。どうぞ。うん、あ、遅いな。これは海鮮の味。海鮮ですね。本当。怖いって怖いって言えばいいと思ってるんでしょ。ひどい話した。豆も入ってる。あ、すまみ、すみません。怖くないですって謝ってる。怖かったから謝ってる。我慢。ごめんなさい。怖くない。怖すぎ。怖すぎ。言いたいだけだろうから好きに言ってください。可愛い。可愛いって言ってる。優しい優しい優しい、かわいい、かわいいし、うん、ありがとうございます。優しい、みんな優しいですね。いや、でも毎日スクワットしてきます、家でも。そっか、来年か。来年、次は、行きます、また。ちょっと毎日、もし行ってきます、走ります。それは、毎日してます。すごい美味しい。それは、ね、やんないと。それはやんないと。あ、ジャンパレ、最高。毎日走ってたら足怪我したんですけど。そう、まあ、気に入るから。うんうん。食が進んでない。そうですね。
食べます。ベッソース入ってないんですけど入ってるみたいな、なんかすごい炭酸のあの戻りがめちゃめちゃきて入っていかないです。でも美味しい。マイクがふわふわ。トギイケメンって言われてるよ。え、顔がですか？うん。やった。え、絶対ウルウルさん。なんで？絶対ウルウルさんじゃん。え、トギがイケメン？うん、イケメンじゃない。トギかっこいいって。あれ？やったイケメン枠なんだね。ウルウルさんですか？ちょっと待って、イケメン枠だよね。トギもイケメン枠。トギはビスのイケメン枠。絶対違う。ちゃんとなんかドクドンさん何ですか。トギ怖いとかあります？え？トギ怖いって。まあティッチさんじゃないんだから。トギより怖い。威厳がないトギは。じゃティッチさんみたいにちょっと怖くなろうかな。怖い？なんか優しいです。優しいです。え、でもチッチさんなんか優しいのに怖いって言われてるから。怖い時はある。じゃあちょっと怖い顔しとこうかな。かわいい。かわいいよ。おちちさんの。見てよ。うわ、乱れてる。トトちゃんがめっちゃ優しくて。異常なぐらい優しい。みんなマジで高校生の方が優しい子が多すぎて。オタクだから。なんか端っこの寝るとこを譲ってくれたんですよ。塩フォレストさんとトトちゃんが。布団が多分1枚か足りなくてでだったので、私と塩フォレストさんがあの一緒に寝て隣で。今足りてるの？今布団足りてるの？今うちの部屋めっちゃあるよ。今は足りてる。あの部屋あれか。変えられない。遠くにある。神の人間の感じ。優しすぎて。めっちゃ肌綺麗だし。めっちゃ肌綺麗だし。めっちゃ肌綺麗だ。めっちゃ肌綺麗だし、優しい。優しい。私すごいコンプレックス。いや。すごい。怖いもう。あ、相口してまーす。俺は言わんでいい。してまーす。めっちゃ貼り付けてます。サンド塗りです。それはね、みんなね、黙ってるんだよ。嘘です。うん。嘘だよね。嘘です。言ってみただけです。でも、汗かくと取れます。嘘ですけど。1位をいただきました。めいちゃん、もう1個のやつ食べた？マラソンの後のご飯こんなにきつかったっけってぐらいきついです。でも3位まで今日パンだったんですけど、もうロクさんとかトギさんクソ早かったから、多分パンなかったら全然取れてなかったです。オレンジジュース飲んだ。え？
あと、チクさんがすごい、チクさんとトギーがすっごい悔しがってたのは見えました。怖いやしたから。なんか最後の最後にトギーがめっちゃ追い上げてきてるのが聞こえて、足音がやべえと思ったんです。ああ、それなんか怖いです。こんな辺食べながらで申し訳ない。わかんない、胃の粘膜を守るみたいな。あ、それしたら一緒じゃないですか。あ、もうだ、そこまでだ。それだ。でも別に持ってもらったらいい。あ、そこだけ僕もらって。あ、はい。そうですよ。キャベツだけを別で別皿で持ってもらう。一緒に食べちゃったの。はい。めっちゃいいな。去年のとか飲んでた。だからごま豆飲むようにして。ごま豆飲むのかな。あと上手。あと10分です。めっちゃさ、泣いた。痛い。辛いより痛い。おつまみと思えば大丈夫って思って。ふざけんなよ。ふざけんな。ごまどれ終わり。からからから。痛い。やばいやばい。やばい。ちょっと待った。デスソースだったんですよ。え、部屋でデスソースだったんですよ、夜ご飯。誰にも映されずに。そうです、そうです。一人寂しくて、さん、サヤテさんとアンツペアさんと、あのインポッシブルマイカちゃんと私なんですけど、サヤテさんと私がデスソースで、二人で部屋でもおえおえしながら頑張ったんですよ。カメラもなくてめっちゃ苦しかった。一人見てるだけ。はい、寂しい。小島さんとかが最後来てくれたんですけど、応援してくれて。食べきたの、それ。食べきめました。どうだった？やばいですね、なんかまずいです。まずく、なんか苦くて酸っぱいです、うん、苦くて酸っぱい。辛さは痛く、全然辛くないんですけど。なおさん、どうですか、苦くて酸っぱいですか？痛いです。痛い。はい、痛いですよね。なんかお腹と口の中がめっちゃなんか燃やされてるみたいな。熱くて痛いです。食べました？デスソース。え、食べてない。食べてないですか？いくらで言ったらどうですか？食べたら多分仕事できるようになっちゃう。あ、そうですよね、確かに。でもなんかお腹熱いだけですよ、痛くはないです。あのアスコールが死んじゃったから。あ、そうなんですか、うん。ちゃんと初めて喋る。私黒川さんと全然話しない。なんか嫌われてんのかなと思って。なんでよ、話してくれないから話さないだけじゃん。なんか話してどうやって話したらいいのか分かんないし。カメラ持ってる時に寄ってくれれば。自分から行くの。あ、なんかだってご飯の時だって持ってるよ、うん、寄っていきます。ちょっとマラソン2人で頑張って。めっ
もうどっちも負けたくないみたいな釣り合って最後抜かしたんですけど、ね、抜かされて一緒にラストスパートかけたらめっちゃ速くて隣がやばいと思って全速力で走りました。そしたら負けちゃって前にチッチさんいたので、うん、2人でちょっと抜かすみたいな感じだったんですけど、ちょっと気持ちで負けちゃって2人ともチッチさんにも負けて、私ワッキーさんにも負けて、ちょっと次はチッチさん頑張る、チッチさん頑張る。抜けなかったのね。いや、ナオさんを抜かしました。ナオさんを抜かしました。だからデストなんじゃないの。多分そうです。泣いてるじゃん。涙出てくるんですよね。勝手に出てくる。嫌わないでください。嫌ってないよ。いっぱい喋るんで。喋、うん、って。喋れます。ちょっといっぱい喋ります。名前覚えてください。あ、間違えた、こっちだ。投票お願いします。頑張ります。はい、ごめんなさい。まずダンスだろ。はい。とドクソンさんです。2日連続ドクソンさんなんで。でも声が今めっちゃ枯れて、朝からめっちゃ枯れちゃって。喋、うん、んない方がいいんじゃないの？喋らない。いやいや、喋りますよ。ちょっと、自分は歌が好きなんで。でも歌もダンスも習ったことないし、なんかどうやって、なんか声とかも出し方がおかしいから、すぐ枯れちゃったのかなとか思って。早く飲み込んでって言ってるよ、コメントで。ごめんなさい。なんかもう。ちょっと徳さんのためにも頑張って、うん、もうちょっと関西弁で喋ってもらっていい？めっちゃめっちゃって関西弁ですか？ほんまに頑張る、うんうん、ほんまに頑張る。そう、俺関西の人間じゃないから関西弁かどうか聞かれても分かんないな。めっちゃめっちゃめっちゃ徳藤さんも関西の人なんで、ちょっと関西弁トーク頑張ります。完全に映った状態で、うん、ちょっとめっちゃ優しくておもろい方なんでちょっと頑張って喋り頑張ります、うん、ニコ生を頑張ります、うん、ダンスも覚えが悪いんで、うん、頑張ります。頑張ろう。塩フルスでした。食べます。取ったらね。はい、頑張って。はい、頑張ります。マッキーも来られたから。はい、ん、頑張ります、頑張ります。おかずないけど大丈夫？うん、悔しいです。悔しい、うん、何回行った？117。なんか腹筋とマラソンは、うんで、うん、練習してて得意だったんですけど、スクワットめっちゃ苦手で、苦手だから家でやってたんですけど全然できなかった。一応ね、はい、まあ、でもまだ入ったばっかだから、うん、2月にお披露目したばっかりじゃん、うん、ワクワクでしたから、別にワクワク脱退してるわけじゃないし、ワクワクからワクワクした。撮ったけど可愛いのかな。もうサイエイトが受かってよかった、うん、救済されてよかったです。その後マラソン大変だったからね。そう、もう足が本当に立てないんですよ、動けなくて大変でした。応援します、残った人たちを。ラブちゃんとナユちゃんとキタちゃんと一緒にいただいて大丈夫なんですけど、本日時間が12時半から午前中のダンスマットがありますので、それまでの間練習の場所なんですけど、初のでも洗礼だもんね。やったことないから。はい。でも全然話聞いてなかった。かわいそう。でそれまでの間に、練習の場所を、連絡します。 E スタジオ、2階の E スタジオが、トギーさんチーム、月野さんチーム、緑子さんチームで、1階の大ホールが、ウルルさん、ドクソさん、皆さん、ココシさん、
さんさん、メンバーなんすか子供カメラうーたうーたです。小島さん一緒に連れ東京に帰っても強く行きます。はい、小島さん家に帰りたいです。絶対やってなんですか。小島さん家1ミリも入れたくない。我が家のようにうーたん家絶対汚いから1ミリも入れたくない。最低。だって布団の周り汚すぎてゴミ袋持ってってこの中に全部突っ込めっつって、アンズピューに綺麗にさせた昨日そう、あ、部屋がね。そう、確かにめちゃめちゃここの部屋そうでしょ。もう 2,3 日しかいないのに全員ね、物をしまえない人だ、この集まりだから。そう、汚い。そう、キラメイもアイマスターも、うん、アンズピューもサイドも私も、うん、使ったものをしまえない人間だから、もう全部置きっぱなし、うん、そういうの一番良くないよ。確かに、うん、一番読めにくい。いやいや、花粉とティッシュ一番置いてるのはこの人ですよ。鼻から出してない。違う、まつや、まとめて、まとめて置いてるんですよ。それは捨てろよ。でも誰かもマジ綿棒行きっぱにしよう。あんなピア、あ、ひらめいですよ。綿棒は、綿棒は違うんですよ。違う、あの、捨ててるんですけど、捨ててるんですけど、あの、あれ、ね、昨日さ、あの、人の、あの、布団の上で、つれ切って。そう、人の布団の上で爪切ってんの。いや、なんか爪、足の爪がなんかちょっと伸びてたらしくて、ずっと踊ってたら痛くなっちゃって、じゃ急遽切ろうと思って急いで切ったら、まずからメイちゃんの枕の上で自分のだと思ってて、枕をさ、どうにかするんじゃなくてお前の枕と取り替えろよ。だからちゃんと枕カバーを変えました、メイちゃんの。枕カバー、枕の数しかないから布団のシーツ使えばいいじゃんとか言ってくる。布団のシーツをかぶせてあげて、みんなの枕で枕投げしといたもんね。あ、じゃあもうシャンプーかぶいっぱい。しかも前田さんが何でしたっけ、前田さんのやつ。あ、じゃあそうそうそう、あ、どうしよう、金目さゆいとかご飯食べてんのにダンスバトルしようし人が頑張ってるよ。そうそう、どこだっけ、頑張ってるよ、これ。昨日さゆいとあのデスソース食べてたんですよ。じゃあ音声、はい、どうしようか、音声ないか、なんかまた声を聞いてみて。ダンスバトルでしょ。ダンスバトルしましょう。聞こえたかな。人がデスを救ってんのに。ダンスバトルしようとするの。ちょっと枕投げまで。どういう要件だ。だから枕投げしといた。意味ないよ。枕投げもひどい。そしたらサイエットが静かに。サイエットは今日は歩きながらもマラソンを走ってました。潔癖ならあの部屋に寝れないから。すごい。まあ、こっからはね、あの1位取るよ、ひらめ1位です。わきわきわきちゃんと一緒に、そう、3人で狙ってるのは1位だけです。ワッグとわきわきわきちゃんの意地をね、はい、見せて、見せます。みーちゃん、なんで怪我したの。私はあの一番最後の、なんていうんですか、なんかもうあとここを行って曲がれば、うんうん、そのここだよっていうところで、そのちょっと前のなんか鉄格子みたいな、あの地面にあるやつあるじゃないですか、あれが、そうそうそう、あれがちょっと段差になってて、そこで足が上がってなかったせいでダンって転んじゃって、一瞬でバッて起き上がって走りました。すごい、気をつけて。はい。ちょっと最後の方で気が緩んでたんですかね、まあ、あとちょっとだって思う。何選んでんの、サンズ。まあ違いますよ、なんか毛があるなと。毛があるな。気になってしょうがないの、これが。はい。わーい、やー、前から変わるね、夫婦とかやるくない、よく ASMR の人がここに咀嚼音。何ですか？今日の抱負は言いましたか？今日の抱負は、いや、言いましたよ、さっき。私たちは1位を、はい、狙います。そして1位、なんで？私たちはね、質問攻めだ。ワグの
まあ、あれ P2M だっけ。はい、はい、P2M です。なるちゃんにどういう曲って聞いたら、とにかく弾ける系って言われて、だけどサビはずっとジャンプを元気よくって言われて、うん、で A メロ B メロはキレキレにって言われました。頑張ろうあんたちは。もう元気さがパーって動きを止めたり、大きくしたりね。わかるかい。止めたりする。あとは意思を統一しなきゃね。統一して。で元気よく。気持ち揃えるって何？何そんなみんな質問してきてんですか。いや私の質問です。あ、小島さんの質問ですか。練習中に揃えよう気持ちは。目指すとこを一緒にどういう気持ちを伝えていくのか、曲の中で決めて狙う。一応ね、頑張る。ではバイバーイ。ドロン。